500円玉貯金を始めてもう2年になります。杉谷健志です。なんで始めたの？何かこう貯金したいなと思いまして、500円玉がいっぱいあったらなんか嬉しいのかなと思いながらはい、よくどこか買い物した時に極力500円玉を作るようにしていて、で今の500円玉貯金のだんだん重くなってるその満足感ですか、優越感浸っております。紙の貯金より重さの価値を感じてます何か買いたいものは全部埋まったら？買いたいものは、特になくて、ただただ500円玉をいっぱい貯金してるっていう2年経ちました、はい、今日の企画なんですけども、はい、2023杉谷健志野球カルタを作ろうということで。2023野球カルタ、はい、はいはいはい、まあ、やっぱりこのチャンネルを通して野球の魅力っていうのをどんどん世界に発信していきたいっていう、はい、テーマがあると思うんですけども、はい、手元にボックスがあると思うんですけど、はい、これですね、はい、はい、50音順のひらがなが一文字ずつ入ってます。なるほど、はい、そのボックスから紙を引いて出てきたひらがなを見て、はい、10秒以内に即興で野球に関わるセリフを言ってほしいっていう、ランダムで引いて出た文字に対して、2023年杉谷野球カルタの語録になるわけですね。そうですね。あとかでアウトコースとかそういうイメージですか？ああ、そうですね。うん、イがインコースみたいな。でも野球やってましたからね。そうですね。野球やってたのですぐパッて出てきますよ。10秒いります？いらないいらないいらない。5秒の方がいいですね。即興感がね。即興感、はい。じゃあ5秒でいきますか。はい、5秒でもいいですし3秒でも。それがなんかできなかったらどうなるとかあるんですか？やっぱそこはないですか？いや、そこはもうひねり出してください。はい。パッて絶対出てくるっすもん。だって今でさえもアとイでも出てきてるんで、絶対大丈夫っす。じゃあちょっとそこもカウントしながら、はい、視聴者の方にも僕と勝負しながら一緒にこう野球用語ピッポンって早押しでお願いしたいと思います。画面の中の杉谷健志と勝負。そうですね、絶対負けませんから僕。スピード自信ありますし、あ、そんなおしゃれな野球用語あるのねと思ってもらいたいです、はい、いいですか？いきましょう。はい、じゃあどんどんいきますよ、はい。リ、リ、リ、リードオフマン西川遥輝選手。おお、リードオフマン。カルタっぽいですね。そういうことですよね。うん、今でも皆さんリードだったりありきたりな感じでやってると思うんですけど、違うんです。杉谷健志の2023プロ野球カルタ。リードオフマン西川遥輝選手から始めますあ、そういうカルタなのねって思っていただければ、はい、どんどんいきます。はい、レッレ連続奪三振佐々木朗希投手。いいですね。名前を後ろにつけていくスタイル、はいはい、スタイル、それがカルタなんで。選手名をね。選手名を、はい、杉谷健志どんどんいきますよ。ローボールヒッター杉谷健志何か迷った時、もしかしたらご自身多くなるかもしれない、はい、7、8ぐらい杉谷健志出てくるかもしれないいきましょう。ルルールを知らない杉谷健志それは違う。ルイ戦場のアリアトノマルイスルイ戦場のアリアトノマ選手。あ、ドカベン、ドカベンのトノマ選手。ルイ戦場のアリア、ルイ戦場のアリア、もう野球関係ですもんね。はい、セッセントラルリーグ新人王栗林投手。栗林投手の新人王は2年前からも、まあでもいいですよね、それでも、うん、ヒットメーカー近藤健介選手。もういいですね、野球カルタいいですねこれね素晴らしいですねこれ。む
無理だって、絶対打てないよ佐々木朗希投手あの野手の気持ちですね、今の野手の気持ち、無理だよ絶対打てないよ佐々木朗希投手カナダなんで佐々木朗希投手いっぱい出てきますね。チッチームメイトを鼓舞する松田選手、巨人に移籍された、移籍された、チームメイトを鼓舞する松田選手、このカルタすごく面白いな、やってて、わワイルドピッチになりそうな球を止める伏見選手、ファイターズのねキャッチャーですよ、伏見選手は同級生なんですよ。ああそうなんですね。はい、続いてキャあ、キャじゃない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 、キキャッチャーフライを打ち上げる杉谷選手アウトじゃんか、そしたらキャッチボールイベントに参加する少年少女カルタなんだ急にぼんやりしましたねキャッチボールイベントに、参加する少年少女ヘイヘイヘイ、ボールを呼ぶ少年たちカルタなんだ、ま、満塁ホームランを打つ清宮選手、いいですね。よっ、予定外のリリーフ登板でも抑え込む沢村投手、カルタなんで。やっ、野球って本当に素敵だな。杉谷健士じゃあどんどんいきますよ。え、エンタイトルツーベースを打つ藤原選手、ロッテのリードオフマンですね。今今すぐ出てきました、今すぐ出てきました、はい、ぬぬーとば選手、ぬーとば選手、ぬー現象起きてましたんでね、球場でぬーってヌーイング、ヌーイング、じゃん、あ、アウトコースを強引に引っ張るバリーボンズ選手2 二塁打をたくさん打つ野村勇輝選手ほホームランをたくさん打つ中田翔選手いいですね、二塁打本塁打来ましたね。おっ、オークランドアスレチックス藤浪選手の、ノーラン・ライアン投手ビッインコースインコースいいですね。はい、もうなんでそんな球投げるんだよモイネロ投手打席の中で僕が思った。怖いんですか、あの、そうですね、あのまっすぐ、カーブ、チェンジアップ、
角度がすごいんですよね。カーブに関してはもうヘルメットかぶってるんですけど、上にカーブ行って、あ、どこ行ったと思ったらストライク入ってるみたいな、それぐらい落差あるんですよ。なんかもしかしたらどっか壁かなんか当たってるんじゃないかぐらいドーンって変化球来るんで、もうなんでそんな球投げるんだよって思いました。はい、カッ。必ず最後には打ってくれる柳田選手、いいですね。ラ。ランナーコーチャー白井コーチ侍ジャパンのサードコーチャーですね。はい、ツ。ツーシームを投げるダルビッシュ投手、野球用語でいいですね。いいですよね、うん。さ、さよならヒットを打つ杉谷拳士さよならありますね。さよならヒット3回あるかもしれません。さよなら男ですかね。あんまりでも自分で言わない方がいいと、と、盗塁をたくさんする金子裕二選手、金子裕二選手同い年なんでまだまだ走ってほしいですからね、応援したいですね。て、帝京魂うう、海風が強いゾゾマリンスタジアム。タッ、タッチアップ、野球単語です。な、ナイターデイ、金曜日はナイターゲーム、土曜日はデイゲーム。その時によく野球選手が使う言葉が、あー明日からナイターデイだ、え、金土日どんな感じ予定、ナイターデイっすねくっ、栗山英樹監督。おー、いやもうすぐ出てくるっすよそれは。はい、めっ、メイ、メイフィ、メイ、目まぐるしい展開それでいいですか。嫌です目、目が全然出てこない、どうしよう目、うん、メイクドラマぐらいしか出てこない。めちゃくちゃいいじゃないですかそれ、迷宮会めちゃくちゃいいじゃないですかメジャーリーグどんどん出てくるどんどん出てくる皆さん、メイクドラマ、迷宮会、メジャーリーグ先言ってくださいよメジャーリーグどんどん出てくるじゃないですか。ちょっとこれズルカットしないですからね。カットしないですかほいこ、ここ一番チャンスに強い中村晃選手敵の先輩だったんですね。はい、打ってくれっていう時に絶対打ってました高校の時。ふっ、ファールフライを候補する吉田正尚選手。僕左で立った時にあーって言ってヒョロヒョロヒョロって言った時に吉田正尚選手にファールフライ取られてるイメージがありましたあーまたあっち行っちゃったと思って。実体験です、実体験です。はい、し、勝利を手繰り寄せる一打を放つマイク・トラウト選手はい、み、見逃し三振をする杉谷選手いやだな、もっとポジティブなこと言いたかったのになそう、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 速球派オスナ投手。目、ね、
粘着物の取り締まりが厳しいメジャーリーグ最近こう取り締まりが厳しいので、ね、はい。ゆっ夢を持つ素敵な競技、それは野球だ。系統策がハマるオリックスバファローズ。もうラストですね、もうこれ。お最後はっ、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 パーフェクトゲーム、佐々木朗希投手。終わりました。杉谷健士ぐらい佐々木朗希投手いっぱい出てきましたね。終わったー。2023年杉谷健士野球カルタ、あからままで行きました。いいじゃないですか。個人的にこれ一番良かったなってあります？デイキョー魂。気に入ってます。デイキョーっていきますか。デイてかこれ普通にゲームとしても面白いですね。面白いです。学校とかで流行りそうですけどね。野球カルタしようよ。て、提供魂です。流行るかもしれないですね。あのモイネル投手、モイネロ投手のあの壁に当たった変化球の話とか、ね、一旦壁に当たる、上かなんかに壁に当たって落ちてくる実体験をもとに、はい、やらせていただきました。でもネガティブの時に杉谷健士恥ずかしかった。ファールフライ、そう、見逃し三振、オリジナルだった。ありがとうございました。